こんにちは。こんにちは。大原です。酒井です。自分のちょっと前のチャンネルのやつに初心者でも分かる格闘技用語講座みたいな講座チャンネルを作ったんですけど、それに結構コメントで足関節を教えてくれっていうコメントが結構あったんですよ。なんで今日は金原の練習仲間で足関のスペシャリスト今治柔術黒帯の酒井のトシちゃんに来てもらって、せっかくなんでちょっとその初心者でも分かる足関節、簡単なやつ、アキレス腱固め、外ヒール、内ヒール、あと膝十字、はい、まあ、簡単なこの4つを、はい、名前と決め方と、まあ、決めたらどこが痛いのかっていうのをあずきに受けてもらおうかなと思っておりますが今日僕の登場はオープニングだったで、高橋さんのニンニンチャンネルの方では中級者向け、名前を知ってるけどもなんかうまく決まらないとか、足関節トライしてもうまく決まらない向けの人用にちょっと難しい感じでやっておりますので、はい、そちらの方もまあね、結構足関節だったりこう充実だってグラップリングの、チャンネルをメインでやってるので、まあ、過去のものも見てもらうと結構勉強になるので、僕も見させてもらって真似して練習させてもらってますので、はい、ぜひ皆さんも参考にしてやってみてくださいっていう感じで僕の登場おしまいなので、まあ、あずきに任せます。じゃあ、足関節よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあまずアキレス腱固めとか、まあ、ストレートフットロックって言われる技からやります。はい、相手の足首をグッ深く抱えてください。人によってやり方はあるんですけど深く抱えます。なるべく先っぽを抱えてます。で、そこから相手の足を押さえて、相手の足がこう外に開いた方が決まりやすいのでこっちに基本的には倒れていきます。相手の腰を押さえて、はい、自分の肘をなるべく深く入れてそっちに伸びるように伸びていくと相手の足首が決まります。今のやり方はとこの内側が特に痛いです。アキレス腱固めって言われてるんですけど、このまっすぐこうだと割と我慢されちゃうのでアキレス腱を切るのは大変なので、よく決まるのはこう足首です。深く抱えて横に倒れていってこっちに相手の足に乗るようにして決めていきます。これがアキレス腱だったんです。アキレスをやります。ここから入って倒します。倒したら相手のアキレス腱を決めるときは相手の指がこう倒れて曲がってる方が痛いので、なるべくこう先っちょに乗っかってる角度が高い。で、足を入れ替えてこっちに乗って、じゃあ次は、ヒールフックの外ヒールをやります。外と内の違いっていうのが、相手の足の外くるぶしが見える、ここ外から自分の手をかけてひねっていくのが外ヒールです。この場合は相手の膝の外側が痛くなります。外からかけてこっちにひねると相手の外側が痛くなります。で、実際にかけるとこの方から自分の手首のあたり、相手のかかとを抱えてなれる胸の方に寄せる。で、ここからお腹を出してこっちに持っていくと痛いです。膝の内側にテンションがかかります。はい、で次に行きます。次は内ヒール。内ヒールはさっきとは逆なので、相手の今度内くるぶしの方から相手のかかとを抱えてグッとひねっていきます。で、痛くなるのはさっきと逆なので膝の内側がひねられて痛くなります。こういう部分です。あ、はい、まあ、足の形はいろいろあるんですけども、この足内から自分の足出した状態でやると、ここから相手のかかとを抱えて、ここから、大体股関節を押さえて背中をまっつきに行って、お腹を上に上げるようにすると膝がひねられて痛くない。ここでと膝の内側が痛くない。外ヒールは外からかける、内ヒールは内からかけるの違いです。はい、じゃあ今やった技の誰でもできるような簡単な入り方をやっていきます。まず、相手を倒さないと、まあ、自分が下に
いる場合倒さないといけないので、まあ、相手の足を持って中にグッと体を入れてください。相手のこっち右足にかける場合は右足は自分の胸に寄せてください。で逆の足相手の股関節です。で相手の中に入ったら股関節を押さえる、こっちの足は相手の奥のお尻を足の甲で押さえてここで挟んでいます。こうなると相手の足を動かしてここからお尻、腰を蹴って足を持って腰を蹴って後ろに倒す。ここに来たら相手の足を抱えてる形になるので、このままさっきやった外ヒールですね、ここで入って決める外ヒールと、あとは内ヒールも一緒です。ここから入っていく、で足寄せて倒して、内ヒールに行くときは外ヒールはこのまま足が外にあるのでここで抱えてひねれるんですけど、内ヒールのときはほらこっちに持ってきます。足は、さっき説明したときは説明したんですけど、まあ、これで倒した後は足が上にあるのでそのまま上から立てちゃってください。で抱えてクラッチを組んで背中についてお尻を上げるようにして決めていきます、はい、あとは膝十字をやります。膝十字は、まあ、膝十字っていう名前の通り腕十字みたいに相手の膝をまっすぐ伸ばして、決める技です。で、膝十字は相手の足をまたいで入っていってお尻を相手にバッとつけます。相手の足を相手横に入れるようにして相手のかかとを持って相手の股関節を足でちょっと止めてください。止めてしっかり挟む、挟めたらお腹を出して後ろに取って締めていきます。これは相手の膝が伸びてます。腕十字と一緒ですね。ここで固定して股関節が動かないようにしっかり挟みます。でかかとをコントロールして相手の足がずれないようにコントロールしてお腹を出して膝を決めていきます。今度は上からですね。はい、上から相手がハーフガード足をこう絡めてディフェンスをしてきている状態の手に受けます。相手の上の足を相手の足側の手ですくってください。すくったら逆の足を相手のお腹に乗せてこう2オンするような形で押さえて相手の足の周りを小回りなるべくタイトに回るようにして回ってます。回ったら相手のかかとを押さえる挟むでお腹を出して取っていきます。もう一回お願いします。絡まれたら足を足入れる、回っていく、ここでさあ皆さん、技は理解できたでしょうか。初心者向けの技はですね、こちらの方で、さらさんのめちゃチャンネルの方で、で、ちょっと中級者向けの技は、酒井さんのニンニンチャンネルの方でやりますので、はい、おっす、よろしくお願いします。よろしくお願いします。中級者向けってどんな感じであるんですか。中級者向けですか。今日、さっき説明した中の、内ヒールをやったんですけど、内ヒールをタイトに、もっとタイトに決めるやり方を紹介していきますので、気になった方はぜひ、ニンニンチャンネルをやってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。